あと2ホールですね。ここは10ホールなんで。なんかあっという間ですね。そうだね。はい。でもこうやって教わったことをなんか普通に練習場じゃなくて実践的に練習できるってすごいいいですよね。うん。これすごいね。結構後ろ早いですね。後ろね。87しかない。9番で軽くにします。でもこれ木がなんか整列してるんですけど、右側の多分旗を狙っちゃうと木に引っかかっちゃうと思うので。普通にグリーンのセンターからちょっと勝手にピン寄ればいいなぐらいで打ちます、はい、センターからの勝手に寄ればいい、はい、勝手そこはまあまあ神頼みっていうおお。なんか当たり良かったですね。よかった。おいいですね。ナイスでした。ありがとうございます。なんか当たりがいいだけで嬉しいんだよな、ゴルフ。よし、やばい、練習場行きたくなっちゃった隣にあるよやって帰ろうかなこれ一日いられるよね、練習とショートコースで ね。これショートコース何周かとかしていいんですか。していいと思う。なんか一周いくらとかっていう感じ。あ、でも一周いくらとかだったと思うよ。そうですよね。でもすごいメンテナンスとかもちゃんとされてますよね、この木の感じとか、うん、これ立派だよね、うん、高いもんね。素敵なグッズ。すごいこっきれこれ距離感間違えて出ちゃうのか気をつけたいですね、うんうん、この絶妙な距離残しましたよねそうね、パー2個3個か。そうですね、想像してた3倍ぐらいショートコース楽しい。3倍。3倍。あ、追加1ラウンドはいかがでしょうか。すごい本当だ。噂をしてたらありました、ね、おかわりですって。確かに10ホールぐらいだと本当できちゃいますね。1000円でできる、すごいですね。え、打ちっぱなしよりお得ですよね。そうだよね、はい、え、今度プライベートで行こうよ気に入りました。123。ちょっと今日普段使ったことないけど今日は1番手あげるっていう感じで来てるんで6番で打ちます。上げてますね、うん、よいしょ。手前ぐらいですか。うん。乗ったか乗んないかぐらいだよ。本当ですね。嬉しい。まあまあ方向はいいですよね。よかった。来年はこのショートゲームをものにしてドライバーちゃんと当たるようにして、いやボギーペースで90台前半コンスタントから80台
コンスタントに進化しようと思います。まあ、言ったからにはやんなきゃですもんね。そうね、次のねラウンド動画からやばいみんなに見られちゃう。そんなんで80代目指すなんて言えんのとかって言われちゃいますもんね。なんかヘボショットばっかりしてたら。いや、まあ、でも夢がね、そうですね、目指したいっていう、はい、他の子たちもいると思うんで、確かに一緒に見ながら、そうですね、なんかこうやって仕事しながら一般人代表としてできるようになったらいいですよね。よし、教わったアプローチ、これはふわっとあんまり転がらないイメージでしたいですよね。この方向でちょっとオープンパンチして気持ちにならない。うまい。転がりすぎちゃった。でも当たりました、ちゃんと、うん、よし。では、振り合わせていきつつ、ちょっと左引っ掛けました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ノーバンカーだったね。確かに、でもバンカーに入れなかったっていうマネジメントにもなりますね。そう、うまくね、はい、でもあのミカプロのレッスンの後バンカー入れましたけど、苦手意識はだいぶ薄まりましたね。じゃあおまけのバンカーショット、はい、ポイントは習ったポイントはまず立ち方、オープンスタンスにしてしっかりと足を固定します。で、下半身はしっかり保ったままボールの本当に手前のところを狙う形にして、私の場合顔が浮いちゃうんで顔はそのままちょっとカットに開いて、でグリップも弱くなるんでそこはかなり意識してます。うん、出た、出ました、いい感じです。いい感じ、今のいい感じで当たりました。うん、はい、お疲れ様でした。初のショートコース回り終えて、パー31のところ44でした。まあ、パーが3つ取れたのは良かったかなって思うんですけどね。なかなか最初の3ホールは距離もあったのでハードでしたけど、うん、44か。でも純ちゃんだったらどのぐらいで回るんですか ね。普通にパー取ってそうですけどね。ちょっと純ちゃんにも来てください。そうだ、ね、今度来てどのぐらいで回るか、うん、そうです ね、 そうだね、はい、ちょっと それで対策を、はい、そうですね、やろうと思います。はい、いやでもすっごい楽しかったです。なんか本気の普通にゴルフラウンドと変わらない感じで、またプライベートでも来ようと思います。はい、今日は天気も良くていい感じで、ちょっと初の一人ラウンドで需要があるのかどうかだけ心配なんですけど、2021年は80代コンスタントに目標にしたいと思ってますので、応援してくださる方は、グッドボタン、またチャンネル登録をお願いします。